皆さん、こんばんは。こんばんは。始まりましたくるちゃんの漫画ランド研究室、イエーイ漫画ランド上野店、上野御徒町店、上野駅前店、北千住2号店、綾瀬店、亀有店、金町店、錦糸町店、亀戸店、門前仲町店、巣鴨店、大塚店、五反田店、平和島店、浦安店、行徳店、南行徳店、元八幡店、松戸店、柏店、イージーカフェ、錦糸町店、その他パソコン、スマホから見ている全世界の皆様、改めましてこんばんは。こんばんは。2、3週間ぶりです。今日はよろしくお願いします。お願いします。私が漫画ランド研究室、博士のくるちゃんこと、くるみです。よろしくお願いします。2週間分出してきた、ね、本当出てたよ。すごかった。はい、私が助手。2週間経ったら言えなくなってる。しかも博士の抜いたら言えるかなって思ったら言えない。助手のよっちゃんです。よろしくお願いします。イエーイ。そしてはい、マンガランド研究室大家の北条和則です。よろしくお願いします。イエーイ、うん、そうなんです。前回あれだよ、ハロウィン前で2人がいないからって言ってたんですけど、結局その週はお休みしちゃって、ハロウィンの報告もしようねってその次も言ってて休みになっちゃって、今日かな。ハロウィンの報告さ、でも写真したかったんだけど、あるわ。写真？写真見せたかったんだけど、うん、なくなっちゃったって思ったら、あった？そう、今日ね、にょにょね、昨日のね、昨日だ。今日の朝4時に、うん、あのね、はっきり言うとね、あのね、携帯水没させちゃったの。おにゅう、おにゅう、携帯を洗濯機で洗いました。すごいガコンガコンガコンって言っててね、なんかいつもファスナーあの、うん、ね、あのなんていうんだっけ、袋、ネット、ブラジャー入れるやつ、そう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 、あれのファスナーが結構うるさいじゃん、カチャカチャ、うん、で最近新しいのに変えたからちょっと結構うるさいんだなって思ったら、でもなんかこんなにうるさいかなって思って一回見たら、うん、いつも あの水色のケースが浮いてて、やばいって思って、これはやばいやばいってなって、え、水没した時ってさ、画面ってさもう映ってないの、黒黒いなの。でなんかあのなんだっけ、ドライヤー、うん、ってやるといいって言ってたから全然治んない。嘘、でもあれさ結構乾かさなきゃいけないんでしょ。だってこうやってやってドライヤーこうやって置いて、うん、床にもう置いてずっとふかし続けたら、うん、もうめっちゃ熱くて、うん、今度クールにしてずっと冷やして、うん、で最初ここから水出てきたんだけど出てこなくなって、うんうん、で繋いだらなんかジリジリジリって言ってるの。あ、もうそれがダメだったんだよ。え、ドライヤーが、うん、ドライヤーまでは良かったんだけど、刺、うん、すのが早かった。あ、マジか。あるの？あるある。あ、そう。え、あるよね。え、iPhone バッテリー抜けないからすぐショートしちゃった。完全だったらいけたんじゃない？ジリジリはもうバチバチだから。そっか、ショートしてたの。うん、そう。やっちゃったね。あ、そっか、水があるからってこと？そう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 。うわー。それでさ、なんか私バックアップ取ってないから、うん、もうない、空っぽですわ。悲しい。LINE も？ LINE は ID があるからがするけど、なんか13人ぐらい減った。なんで？減るよね。わかんない。俺多分前のアカウントのやつとかが消えるんじゃない？順番がめちゃくちゃになってた。あ、なった。で、あとさっき復元した時に、うん、なんか LINE がめちゃめちゃ届いて、
え、その泊まってた時の、泊まってた時のやつが来たんだ。なんでこんな来んの。なんでだそれ。過去のやつってこと。パソコンで見てたから、うん、もう自分の中で過去のやつや。え、今日明け方さ来るとやってたのはパソコン。パソコン、うん、もう全部パソコンでやって。あ、その分じゃないの。あ、そう、頭いいね。いや、何、いつのが届いてんのって思って。でもよかったね。5次元から来たかと思ったの。よかった治って。そう、高い高い4万円払って空っぽの iPhone を手に入れた。しかも6。入ってるけど、なんかもうあの Apple Care は1年で終わっちゃうから。え、でもさ、みんな2年契約でするのに残りの1年じゃあどうするの、みんな。ね、いや残りの1年でさなるじゃん、画面とか。さっきヘメメの携帯とかやばいよね。やばいよマジで。買おうかな。え、これ画面もさ4万する。あ、画面はしないよ。これだって丸ごと交換の修理じゃん。そういうこと。これはここを変えるだけだと思うよ。キバキ。じゃあさ、ハロウィンのさ画像探すわ。キバキ。私ハロウィン来る何もしなかった。本当に引きこもってたの。うん、うん、うん、すごい引きこもってた。一歩も家から出てないハロウィンの日。押せる？渋谷とか行っちゃってたらびっくり。かわいい。あられちゃんと、これガッチャンじゃないよ、クルだよ。あ、そうだ、クルちゃんだ。そうだ、これクルちゃんだよ。クルちゃんに送った時にクルのことも連れてってくれてありがとうねみたいなはってなって。なんでよ。怖いなってな。なんかハロウィンってこれしかやってないっけと思って今見ようとしたらすごい昔の写真に。おととしとか。いや、そこまでじゃない、うん、なんかありましたかね、最近。最近のちょっと見てね、何があった。くるさ、昨日さ、近況ってかまずさ、昨日なんだ、昨日ってか今日の朝なんだけどさ、あの明け方さ LINE したのあんまり覚えてないんだよ ねだと思った。思った。うん、分かった分かった。本当に、うん、絶対酔っ払ってると思った。じゃあね、寝てたのね。あ、寝てたの。でも酔っ払ってはいたでしょ、ちょっとは。うん、帰ってきて寝て、で夜中にトイレに行きたくなって起きたの。その話壁に、ね、そうで、いつもねベッド寝るときの足元の方が扉なんだけど、なんか頭のところのただの何もない壁をずっとなんか来る、こうやって押してて、やばいよね。やばいでしょ。みんな超すごいドン引きしてる。相当酔ってんだかと思ってた。なんかノックとかもしてて、誰も別に出てくるわけじゃないのに。怖いよね。で、iPhone でずっとなんかドアの分こうやって探してて、一人で寝ぼけてたってこと？わかんない。で、途中から、あ、ここじゃないいやってなって、で、トイレ行って帰ってきたぐらいにニーニョから LINE 来てて、で、報告しようと思って、報告した。しかも写メ送られてきた写メがすごい怖くて。なんかすごい暗い壁がなんかで照らされてる。じゃあ真っ暗だったから、私ずっとここ押してたみたいな。怖っって思って、しかもその時家にさ一人でいたから、うん、怖っって思って、すごい怖かった。めてって来るも怖かった。しかもそれでね、朝起きたらね、あれだったの、下着一枚だったの。はぁ。でトイレ行った時に履いてないのかもしれないと思って、あの見に行ったの。そしたらなくて、うん、と思って、怖いと思ったら、どこにあったと思う？トイレ。だからトイレは見に行ったの。あのね、玄関、うん、冷蔵庫の前に。何？やばいでしょ。大丈夫。やばいでしょ。酔いつぶれ
出た。わかんない、あんまりさ、そういうことないじゃん、酔っ払っても意味わかんないこととか言わない。私はわりかし意味わかんないけど、ジュニアは意味わりかし意味わかんないけど、クル全くそういうのないからさ、どうしたんだろう自分って思ってね、すごいびっくりしたね。っていうのが最近、最近とか今日の朝の出来事。私以上です。まあ、でも禁酒するから。なんで？何日？わかんないけど、なんか。え、違うよ。飲む量を減らすってこと。減酒するよ。酔っ払いすぎないよ。私はね、えらい。もうこのさっきさ、酔っ払ってた時の動画見せたんだけど、うん、なんか嫌だなって思ってなんかすごい陽気なのすごい。でもさ、自分が酔ってる時のさ動画とかってすごいさ、シラフになってか見返すとさ嫌じゃない？やばい、ね、声もすごい嫌だ。あの声のトーンとかがさ違うよね。うん、うん、なんかボリュームとか高さとかが違うの調節ができないよ。大きいってこと？大きいし、うん、いつもよりも高くなる。くるちゃんも酔っ払うとなんかもうザ・くるちゃんの声になるじゃん。うん、それって高くなってる。ニュニュは高くなってるわ。うん、うん、すごい喋る。すごい喋るし、常に自分のターンじゃなきゃ嫌だからちょっとでも面白くない会話だとすぐ自分の話に回ってくそうそう、喋りたいんだよね。それさっきも聞いたよって何なるやつ。何回も同じこと言うそうなんです。補助さんどうでした、ハロウィンのイベント。あのイベント、ハロウィンのイベントと新宿御苑のツイッターでちょっと見ました、はい、まあ一応朗読劇も、うんうん、まあ成功というか、まあイベント自体も成功したので全然良かったです、うん、でちょっと待ってください、写真が見たい見たい。え、当日あれかぼちゃやったんでしたっけ。はい、かぼちゃです。あのすごい雑ですけど、え、なんか違う色、え、それかぼちゃ、それなんかゴーストバスターズオレンジのゴーストバスターズになってました。オレンジのゴーストバスターズみたい。かぼちゃかぼちゃ擬人化ですそのオレンジのつなぎみたいなのどこで買ったんですかえ、これさ、帽子をさ緑にしたらよかったんじゃないの。あ、こっちもかぼちゃのあの柄だったので。あ、なるほど。じゃあかぼちゃオンザカボチャみたいなこと。カボチャオンカボチャね。このお腹のあたりのカボチャ感がすごい。カボチャ。お腹にカボチャ出てる。すごい、なんかカボチャじゃないそれ。しかもそのポージングがめっちゃ可愛い。すん。いいな、みんながちゃんと仮装してて。来年はしようね。来年が最後かな。なんで？もうなんか。でも。って言ってさ、ずっとするよきっと、多分と言ってずっとしてるんだろうね、うん、きっとね。だってさ、去年もさ制服ディズニーは最後だねって言ってさ、うん、まだしてないけどさ、うん、まだしそうじゃんしそうと思っただけ。確かに。でも今年初めてディズニーハロウィン、うんうん、行って来年も行きたいと思った。すごい、やっぱりみんなすごい。だってそのためにみんなすごい命かけるんでしょ。なんかすごい、みんな乗り物乗れないような仮装してるもん。え、乗り物乗っちゃいけないの。いや、なんかもうふわみたいな、ふわみたいな、なんで乗れないじゃん。お姫様みたいな。お姫様がさ、お姫様いっぱいいた。いや、お姫様めちゃめちゃいたよ。シンデレラ城の周りにもうお姫様めちゃめちゃいてしかもベビーカーとか押してるからやばい、この人たち。え、ベビーカー押してるお姫様ってこと。そう。 何が多かった。デレラ押してますデレラ。昨
いや全部もう全般的にいる。ラプンツェルも多かったし、あれ多そう、ベルも多かったし、一番オラフいたオラフいなかったオラフいなかったの？あんまりいなかった。オラフはアナとかエルサとかはいっぱいいたけど、ダメなの？いやダメじゃないし、友達去年やってたよオラフ、人間ファンですけど、なかなかみんなオラフじゃなくてあのアナとかエルサをやりたいんじゃない、女の子流行りだから、可愛いくこれオラフ好きだからオラフしたあれオラフするじゃん分かんない、来年また新しい映画でなんか新作で推せるキャラクター出てきたらそっちに推し変しちゃうかもだけど、なかなか今のところオラフ、ね、ウッディはウッディ、ウッディいた、ウッディいた、ウッディいた、ウッディとあのなんだっけあの女の子、あウッディの女ねウッディの女とウッディのカップルとかもいた、へえ、うん、可愛かった、でもすごい可愛い、すごいすごい世界だな。でバズが、うん、バズもいたよ、あのすごいやつ、バズってガッツガチガチ、ああいうの売ってないじゃん、みんな作るの、作ってんでしょ、いやすごいよね、あれ、ね、なんでなんか何のためにしてんの、え思い出じゃない思い出じゃないかな、コスプレイヤーさんと同じ感覚ってこと、多分あの一般人、一般の普通のなんとなくディズニーハロウィン行こうみたいな人たちじゃなくて、うん、それこそレイヤーの人とかの感じわかるね、この人絶対レイヤーだ、レイヤーの集団だわみたいなのわかる、もうなんか違うクオリティが、だってすごいみんなだってさ、レイヤーの人ってさお洋服とかさ作るじゃん、武器みたいのも作れるしさね、すごいよね、すごいよね、なんかあれで作るらしい、発泡スチロールの、うん、なんかギュッてしてる形とか変えれるやつあんだって、へえ。デシューってするでしょ、すごいよ、ね、すごい、でウッディはウッディじゃない、バズはなんか硬そうだったけどね、あれどこでやってるカンカンカンてかさ、それバズなんじゃないの、本当にバズだったのかな本当にバズだったのかも、バズか、なるほどね、バズライトイヤーのとこから出てきたんだよね、バズライトイヤーさんなんだすごい行ってみたい、でもすごい混んでるでしょ、混んでるけど乗り物は意外と空いてる、乗らないから、まあでも目的じゃないんだもんね、乗るのが、みんな徘徊してるじゃん、写真撮ってるじゃん、もう様々なスポットでね、それがすごいね、そのなんか自己顕示欲そうね、若いの今だけだからすごいな、いいなって思って、思い出思い出何の話？ん？ハロウィンの話終わった。ハロウィンの話も終わった。振り返ってるから。そうか。10月？もう10月ですよね、ハロウィン。でも今11月だよ。11月。ポッキープリッツの日でしょ？そう。11月は何もしてない。何もしてない。あ、イベントした！見に来てくれてありがとう。あ、行った。見に来てくれて。ありがとう。うん。うん、楽しかったな、泥酔してて全員すごいね、みんな3人ともめっちゃ酔っ払ってたし、なんかこの話はツイッターに載せないでくださいみたいな感じだったじゃん、うん、え、そこ書かれてた？いや見てないから分かんないけど、うん、いや本当に福井の話ツイッターに載せない方がいいよと思うことを言ってたみんな、あー迷うじゃないよね、一番やばい関係者はどんな人ですかとか、うん、枕営業ありますか、あーそれかー、いろんな話してる、一番やばい関係者誰ですかって言ってたっていう質問に対してみんなが言ってた、なんかえ、クリ言ってた、え、なんかさ名前でしたよね、一人、ね、ただそれは言わない方がいい、あーだけど関係者いたからねうん、まあいいんじゃない、
もう忘れちゃったよ、酔っ払ってたから。酔っ払ってたから。あんまりひどいこと言ってなかった。うん。だってひどい、心ひどい子じゃないもん。したかったけど。いい子だもん。で、それでなんかスタッフさんが、動画を撮ってってくれてて、うん、全部じゃないんだけど、うん、歌のところとかわーって騒いでるとことかを見ると、そのさっきニョニョが言ってたみたいな、あ、自分酔っ払ってるとこんなにそうなるよね。歌声とか、なんか歌ってる時の感じとかも嫌だよね、うん、あとなんかその乾杯してる時の感じとかも、テキーラじゃないと来る乾杯できないみたいなことをすごい言ってて、覚えてなくて、しかもその度に全員飲んでたじゃん、ヒロピョンとかアイコも、ごめん、あと博士も博士も飲んでた。そう、博士もね、すごい酔っ払ってたみたいだね。でもあの次の日さ、来る全然二日酔いじゃなかったんだけど、アイコは二日酔いだったらしくて、ひよこちゃんその日二日酔いで次の日だったらしいんだけど、夜ね、あのひろこちゃんとアイコまた、あ、言ってたね、あのあれだよね、ウニシャブのとこだよね。そう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 、すごいすごいな、すごい、ね、タフだなって思った。タフだね。アネロン飲んだんじゃん。アネロンニスキャップ。アネロンニスキャップ、私たちのアネロン面白かったな。ではでも本当フルちゃんの水着がね、なんかね、その辺が前半ぐらいまでしか覚えてない。覚えてるんだけど覚えてない、ね、チェキのあたりから覚えてる、一部のって言っても見来た人じゃないと分かんない。チェキはもうほんとカオスだったよ。え、そうね、俺すぐ帰っちゃったから分かんない。一部はいたじゃん、その辺覚えてる、覚えてる。でも全くなくなってないよ、ちょっとある。うん、だってニョニョにお財布預けたのも覚えてて、そのまま持って帰ったからね、だからそのままニョニョ持って帰っちゃって、やばい時間ないと思って、でもそれも気づいたんだよ自分で。偉くない？偉い。だからやっぱり酔っ払ってないわ。それなんかお金しまう時とかにあれないってなったかいじゃないの？うん、お金は浴びてしまうみたいになってなかったの、普通に。はって気づいて、あの会場出る階段を上がるときに、なんかいただいたなんかプレゼントとか持ってて、あれと思って、携帯があるのに財布そういえばどうしたんだっけと思って、あ、やばって思ってました。そのままタクシー乗ったから、いや持ってなかった、やばって思って、でもなかった、結局なかったから。封筒からこうやって出した。私と同じ。財布は封筒。そう。そんな最近だったな、来るは。ね。うん。私もなんかありました、ハロウィン以外で。ハロウィン以外で、まあそうですね。まあ、ハロウィンイベント自分のところでもやって、ハロウィン当日がちょっと浅草の花屋敷にいいなイベントで行ってて、まあ、え、何イベント？普通にハロウィンか、当日ハロウィンで、まあ、物販のイベントがあったので、ハロウィン物販、そうですね。でそこでちょっと、まあ、手伝いで行ってて、まあ花屋敷自体で遊べなかったのでちょっとあれだったんですけど、浅草行きたい。みんなすごいコスプレしてて、うん、え、花屋敷でもやっぱりいるんだ。花屋敷でもイベントがあったんだ。妖怪ばっかだったので。うーん、めっちゃクオリティ高い人がいた。すごい面白かった。花屋敷のあのステージのところ、ステージのところでもイベントやって、あとその花屋敷の中に花屋敷座っていうなんか芝居やったりとかできるスペースがあるんだけど、そこで、まあ、物販やってて、へー、花屋敷でさ、ライブしてん、うん、そう、今思い出した、昔ね、なんか YouTube で出てくるもんね、花屋敷のね、あれさ、なんか盗撮みたいなやつで絶対ユカフィン推しだろみたいなやつでさ、そう、ほぼさ、ユカフィンしか映ってなくて、来るこれぐらいたまに見切れてこうやって踊ってるやつでしょ。懐かしい。
そう、花屋敷でなぜかね、ライブやったね。いつだろう、何年前だろう。何の時だろうね。あれね、5年前。何の曲だろうね。ミーハイの曲？あ、でもあれ衣装がもっと前だ。ミーハイの前の曲の衣装だから。私ラブなの。うん。5年ぐらい前じゃない？そう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 。多分カレンが入った時ぐらいのやつとマホちゃんが。カレン元気かな。ね。ね、全然話変わるんだけどさ、うん、北条さんの年齢知ってる？当てるね、うん、どっちなんだろう。そう、さっきね思い出したのこの話。これな、え、何回もたまに話したよ、話したよ。ニョニョいない回だったから。どっちなんだろうな。上なのかな、下なのかな。めっちゃ見てる。でもなんか肌は若い気がする、うん、え、じゃあどこが上っぽいの。でしょ、なんか雰囲気。考えたことなかったから年を、うんうんうん、よく見たら肌が若い気がする。20、全然わかんない。え、でもさ、わかるって知ってるって言ってるってことはぽくないってことでしょ。え、なんでそうやってさ来るのさ。なんか意地悪な方の考え方すんの。23。あ、じゃあ、うん、嘘。25。逆に違うやつ、うん、うん、正解は、正解は、今年誕生日を迎えて26です。すごくない？すごいすごいからつまんないって思っただけ。いやいやいや、すごいじゃん。これ30過ぎって思った。年上だと思ってて、ちゃんと肌見れば分かる。年上と思ってて、もうびっくりしたね。確かに平成なんだって。めっちゃ面白いじゃん。平成なの？平成なの？お二人の発言でなんかいろいろとバレません？唯一の平成でしょ？この部屋で唯一の平成。すごい。すごいね。昭和2。私はな、一回年を。だからすごいなって思ったけど、やっぱすごいね、当てるのうまいね。年齢当てるの。それだって絶対そうやって言わなきゃさ、揉める。もう来週ここに本庄さんいないかも。私たちがいないんじゃなくて、北条さんがいないんだ。でも聞いたもん。でもそのファンの人とかも、なんかいくつに見えるとか言う人いるじゃん、うん、なんか全然わかんない。当てられない。しかも10個とかみんな間違えちゃう。来る、うん。どこで見んの？みんな肌で見んの？うん、肌も、あ、でも肌は20代はやっぱ違う。30代過ぎるとなんかそんなにみんな同じようなさ、人それぞれだけど、20代の子は違う。え、男女問わず？うんうんうん、違う。毛穴が違う。毛穴のサイズが違う。比べるな。平成と比べる。分かんない。じゃあ平成いいな。いいね、若い。思って若いよと思って。なるほど。びっくりしたから問題出したの。これなんか当てに行って、うん、しかもめっちゃ正解だった頃びっくり。全然つまんない。すごい、なんかお世辞とか言わないで当てに行く。すごい30とか言って来
フルが正解言いたかった。30って言った私、25です残念でしたってやりたかったなって思って、ね、そうやってちゃんと当てに行く人だって知ってた。でも中途半端に27とかよりよくない、うん、だったね。でちょっと一個、うん、お願いがあるんだけど。何？イミコは。でもさ、イミコはさ、これさ、この間さ、友達にさ、すごいドヤ顔でさ、うん、あの披露してあげたの。うん、あのどれを？あれ、バスのやつ。クルが好きな怖いやつ。子供がね、トイレ来たやつ。うん、でもなんかちょっとあんまね、うまく説明できなくてね。なんかそれ思った。でさ、こしょうさんのさ、教えて言ってるさ、イミコアシリーズの中でも、うん、一番長いよね、うん。なんか山があってみたいな。なんかバスにみんな乗ってって進むんだけどみたいに言ったら。いや、わかる。説明は下手だから。話しても怖くないし。理解もあんましてもらえなかったからちょっとね、やっぱ当てる方だった、ね、来るわ、回答者の方が向いてると思う。じゃあ当てよ、今日は一番チャンスに当ててね。もう冬なのにね、うん、夏限定だったのに。いいな、もうこたつになってますからね、この部屋。確かにこれ何も気にせずこたつだ。気づいたら大好きなこたつ。いいな。なかなかいいのが、いいのがない。探してください。今日さっきもらったんいただいたんです、ウニ飯のもっと。これもさっあっ返しません。これ違うのね、柄が。金箔、金箔、金沢って。ウニ飯って何なの？これすごい食べたい、食べたいって感じしない。これ炊くの？炊くのか。やっちゃんが作りに行かないと。え、じゃあって？うん、じゃあって。お水は入れちゃいけないんだって。口に水分が入る。なるほど。できる？うん、絵描いてあるから多分できる。え、これにも金箔入れよう、うん、今日から来るの食べるものは全部セレブになる。リュックに入れとけば。リュック入れときなよ。私の一味みたいな感覚で全部にかければ。取り木とか行ってもさ、全部金箔かける。280円で2本ついてくるのにめっちゃ高そう。でそれを見た隣にお客さんがあれくださいって。えー、これどれぐらい入ってんだろうね。これやっぱお酒、日本酒とかに入れるよね。うん、入れる。これに入れる。あ、ごめんなさい。やばいやばい、ちょっと聞いて。これ成分表、成分ってあるじゃん、うん、あの内容のやつ、うん、にいつもなんか、うん、食べ物じゃん、書いてあるの、うん、でも金銀銅って書いてある。え、銅も入ってんの？銅が 0.6 入ってる。金が 94% 入ってる。すごいすごいね。銀も入れるんだね。混ぜないと薄くできないの。へー、3000の純金だと。え、なんでこれ限られてるの？
金箔茶、味付け昆布、味付き昆布、ステーキ、刺身、豆腐等の加工品の添加物としても使用できます。焼き鳥ダメどういうこと。確かに、しかも味付け昆布とかなんでちょっとさ限定されてる味付け昆布が一番面白い。これ何何食べる機会なくない。添加物としては使用できます。どういう意味なんだろう、全然わかんない。え、わかめにかけちゃいけないんだって。え、なんで、なんで、え、お刺身、え、あ、そういうことか。昆布類、お肉、お魚、お茶、野菜とかわかめは使用できないけど味付け昆布なら使用できるよっていうことだね、これえ、なんで、え、なんで、なんで、なんで、あと使っちゃいけないの、なんで使っちゃいけないの。生物じゃダメだね。金銀銅の成分が多分その生物に反応してそこの部分だけなんか色が変わったりとかするんじゃないですか。頭いいえ、ひめめもそう思った。ひめめもそう思った。ひめめもそう思った。金箔って使っちゃいけないもん、あんのすごいね。ひめめもそう思ったから面白いね。だ、生ものはダメだからね。なんでお茶はさダメって書いたのにこっちにさお茶って書いたの。なんでお刺身ダメって書いたのにお寿司って書いたの。もう全然わかんない。わかんないから。え、確かに使用例お寿司って書いてあるのにお茶って書いてあるし、あ、でも米のとこに乗せなきゃいけないじゃないそんなわけないでしょ、見えないじゃん、わさびじゃんシャリのとこにしかダメなんじゃない。難しすぎる。あぶり、あぶり、もう私全部にかけて色変わるやつ調べて研究しよう。もう話聞こう。それでごめんなさい、お待たせしました。まあ、多分腐るっていうことではないと思うので大丈夫だと思います、はい、どうするそこら辺。突然錆びたらどうする。え、錆びそうじゃない。錆びる、かけた瞬間に錆びたらすごいですよ、それは。なんかすごいさ、化学反応みたいな煙みたいなのとか出てきたらどうする。パラパラパラ怖い怖い、肉が蒸発怖い、ステーキになるごめんなさい。味付け昆布買おうお願いします。はい、まあ僕の中では簡単な方に。じゃあ早押しね。はい、行きます。昨日は山へ足を運んだ、今日は海へ足を運んだ、明日はどこへ行こう。私は頭を抱えた。手を焼いているんですかと聞かれたので振り向いてこう答えた。どうも。は？え？これも僕の中では意味子は調べた時によく出てくる話です。ピンポン空え？最初の一文ではないです。どういう答えかわからないと違います。もう一回だけちょっと、はい、昨日は山へ足を運んだ、今日は海へ足を。ああ、はいはい、え、ピコン、はい、いい、ピコン、ピコン、言っちゃまずいじゃねえ、まあ、ば、あ、そっか、いいよ、ば、いいよ、あ、ヒントすごいヒント、ば、山へ足を運んだば、ば、バカンスいいよ、バカンス、頑張れ、バカンス、ふーちゃん頑張れ頑張れ。山へ足を運んで、次の日は海へ足を運んで、手を焼いてるんですか。そうです。え、手を焼いてるってどういうこと。もう手を焼くという意味の。本当に焼くってこと。手を焼くではなくて、もうストレートなやつだよ。金箔ちぎるやつみたいな役って意味のこと。全部ストレートですね。そう、全部ストレートだったってことよ。
なんかその山に足を持ってったってこと？そう。誰の？手話よ。だから。あ、そこね。そこね。そっか。次。これでも面白いね。え、焼いてから運ぶの？違うよ。昨日は足を運んだじゃん。うん、で今日は海に運んだじゃん。うん、で手は焼いてるじゃん。うん、頭は抱えて。頭は抱えてるし、手を焼いてるんですかって聞かれてどう思って答えたんで。手と胴は焼いてる。ああ。私どう思うはマジでマジでどう思うかと思う。どう思う。あのこんにちは的な方。手焼いてますどう思う。チリスってことかと思った。ああ怖い怖い。すごい。すごいね。思ったよりいっぱいバラバラになってた。うん、だ誰かのバラバラのやつのやつを隠してるってことってことですよ。まあバラバラ死体の処理です。まあ死体の処理です。そのはた話すごくない？話が。これ考えた人最高じゃない？結構。すごくない？うん、頭抱えてるとかさ、足を運ぶとかさ、ね、うん、違う意味じゃん。なんかすごい日本人だね、私たちって。日本人だね。すごい。繰り返した。はい。はい、じゃあ次行きますか。うん、図書館で本を借りに行った。壁際の棚にある小説の特集コーナーに行き、面白そうなタイトルの本を抜き取り、パラパラめくる。抜き取った棚の隙間から向こう側の人と一瞬目が合った。10分ほど吟味した後、良さそうな本を3冊抜き取って司書さんのところへ。帰路の途中、やっぱりあの本も借りておけばよかったと後悔したけど、まあいいやと思ってそのまま帰った。はい、全然わかんない。わかった？いつだね。棚がどこにあったかわかんない。図書室。そこ聞き逃した。もう一回やってもう一回。はい、図書館。図書館へ本を借りに行った。壁際の棚にある小説の特集コーナー。ピンポンピンポン。はい。言っていいの？いいよいいよ。どうぞ。あの壁際の棚だから目目あるの怖い。はい。つまりお化け？違うよ。え、違うの？お化けじゃなくて壁の中にいるんでしょ。あのどっちもまあ合ってますよね。あのそっちの方が怖いじゃん。お化けでもいいの？お化け壁の中にいるんだからお化けでしょ。え、でも埋められてるって思ったでしょ。頭が埋められてるかもしれないよ。多分この作者はそこまで考えてない。壁際の棚を見ているはずなのに、なんでそっちと目が合うの？あ、お化けなんだ。あ、怖いって言うな。ニニョはちょっとワンランク上の最高なやつなんだ。怖い。壁の中で人が死んでたのかと思って。それ怖いね。いっぱい。その後の文章関係ないんじゃない？ね。そんなことしなかったけど、ね、もうほとんど関係ないよ。確かに。以上だね。うん、そこだけ。はい。次。次が最後？うん。本当はもっと聞きたいけど、うん、ね。なかなかね。いいのがないんですよ。ワクワク。怖いな。怖い？ん？いや探してる自分がどれ選べばいいのかっていう。ちゃんと探しておいてください。平成までだからって当たり強くない？みんな。みんな平成ってした途端に。よし。じゃあ行きます。はい、返します。ある地方で大きな地震があった。
避難所の小学校で寝ることにしたが、人があふれ騒がしくてとにかく暑い。涼みに外へ出ると明かりのついていない建物を見つけた。そこはとても涼しく静かなので多くの人が横になっていた。これは閉めたとそこで寝ることにしたが、しばらくして異変に気づいた。静かすぎる。私は建物を飛び出した。もう怒っちゃったよ、はい、私やこれはえ、ピンポンお墓、え、立ってる、お墓ではない、お墓ではない、もう一回、はい、またいいんですか、いいよあの、その震災、まあ、なんだっけ、まあ地震の人、つまり怪我した人、怪我死んじゃった人、はい遺体安置、あ、それ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 ちょうどこの間ね、うん、東京マグニチュード 8.0 見た。何それ、地震のやつ、怖い、アニメ、アニメなの、関東に、うん、地震マグニチュード 8.0 が来るアニメ、うん、あ、エレベーター落ちるやつ、落ちなかったね、違う違うか違うか違うか、怖い、怖くはないね、リアルなやつ、なんかこういう風になるみたいな、人間こういう風になったりするよねみたいなやつ、怖かったもんね、あの、うん、あれの時もね、さ今日ね泣いたの最後、そのアニメ見て、うん、優しい子だね。でもなんか思ったのが、私お酒飲みながら見せたの、うん、それかなって思って、違うよ、ニョは心優しい子だよ翌日にめっちゃ泣いたなって思って、めっちゃ良かったってみんなに言ったんだけど、でもハッとして、長いの、うん、普通にワンクールの分あったよ、17話あったよ、そうなの、痛みなの枠？怖いじゃん。深夜でしょ。地震怖いと思った。お化けより地震怖いね。車そう思う。そう、しんみり。しんみり。気を取り直して。北条さん、よろしくお願いします。はい。北条さんのコーナーだ。いつもそうだよ。いつもの引き続き、はい、今週の漫画はまだこのシミリア、はい、ちゃんとあれ言って、あれタイトルコールお待たせしました、ここで北条主任による今週の漫画紹介のコーナーはい、今週の漫画はただいまドラマでもやっています孤独のグルメです。あー、誰がやってるの、あれのおじさんの人、あのデスノートのライトのお父さんの役の人、え、違う、デスノートの誰、松重豊さん、あんちゃんのお父さん役のやつのやってた人、いいよ、私はググってるから、いや絶対見たらわかるよいいよ続けて、うん、まあこの主人公のゴロなんですけども、輸入雑貨業を営んでおりまして、まあ仕事の合間にいろんな、まあ、料理屋に入るんですけど、うん、まあただそこで飯食ってるだけのお話っちゃお話なんですけど、なんだろう、よくあるような高級レストランとかそういうものではなくて、大衆食堂だとかそういったところをメインに扱ってるもので、で実際にあるお店とかに行ってるんです。あ、本当だ。でドラマでもその実際にあるお店に食べに行って、まあそこが紹介されてたりだとか、うーん、まあ、この、漫画ないしドラマから、まあ、人気が出たお店っていうのもあって、うーん、まあ、一種のグルメ本みたいな感じになってます。
で今回ドラマがシーズン5をやってて、それに合わせてシーズン5だって。えドラマ、ドラマもやってて、で十数年ぶりに第2巻が出たんです。えまだ1巻しか出てないんですか。もともと1冊の本しか出てなくて、それしかなかったんですけど、今回のドラマ、まあ、人気が結構あってシーズン5まで行ってしまったので、新しく2巻を作られて。えこれ本当にある店なんですか。本当にある店です。これ行きたいんだけど。どこ、なんてとこ。下北のピザ。下北路地裏のピザ。えしかもこれ、5ページとかで終わるよ1話。見てて、うん、始まったじゃん。本当だ。あれ見た、あの前紹介してくれた若子酒。ああ、みたい。若子もそうですね。なんかね、あの前行ったねバーにね、はい、若子酒のシール貼ってあった。そこ出てんじゃんね。ね、だからあ出て出てた。そう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 。出てたのかと思って。若子酒自身も作者が取材に行ってるので、うん、なんかサイン書いてあった。多分ドラマだと多分こっち側のお店とかが多いと思うんですけど、漫画の方自体に関しては確か僕の記憶があってれば広島とかそっちの方が中心だったはずなので、まあ多分やっぱりアニメとかゴールデン街だった。アニメ漫画、うん、ドラマで多分ずれるところはちょっとあります。ああいうの見る貼ってあると嬉しいってなる、うん、孤独のグルメだと逆に関東、まあほとんど東京かな、関東が多いので、まあここら辺に住んでる方だったら行けるところが多いんじゃないかなと思います、ね、なんか文字数多くない。うん、めっちゃ喋る。このね、この主人公の孤独の人がねすごいね、独り言喋ってるずっと頭の中ですごい。あ、じゃあ常にお一人様で行くそうですね。へえ、来るたちが食べ物じゃないんだって言うからだよきっと、ね、違う。お店の名前は載ってないんだね。え、そうなの。載ってなかった。へえ、ドラマは出てる。ドラマだと本当にあるお店でやってる。ドラマの後半最後のとこで作者がお店に直接行ってそこでお酒飲みながら食べる。へえ、あれにあるよね、フールに孤独のグルメ。あ、そうなの、うん、見ようかな、うん、フール見れるかな。それで、あって思って思い出しちゃった。なんでみんなちょっと疲れてんの、大丈夫ですか。ありがとうございます。今テレビにさ、はい、あれテレビの線をつないでなくて、テレビを受信する線をつないでなくて移動させたの、うん、で PS4 しかつながってないから、うん、Hulu しか見れない。でもそれでいいんじゃないの。でも最近そう PS4 で買うやつあとしか見てない映画とか。だってあんま見ないじゃんドラマとか。見ないね。ニュースは、ニュース見たいんだよね。ニュースが見たいんだけどさ、毎日の情報全く入ってこないし事件も知らない。何が起こってるかも分かんない。確かにツイッターも全然見てないし、ヤフーニュースとかいかがですかね、うん、でもなんかテレビでさ全部流れてくれるのすごい楽だよね、うんうんうん、全部一個一個見るめんどくさい。だそうです。はい。あともう一個なんかお知らせがあるんですよね、はい、お知らせってもう一個っていうかまだ告知も何もないんだけど。これ読んでいいんですか。はい、マンガランドから。はい、なんとマンガランドさんからお知らせが一つあります。毎月第1水曜日はマンガランドの日です。マンガランドの日はなんと料金が半額。来月は12月2日の
午前0時から23時59分までとなっています。注意点として各店舗により半額のサービス対象者、サービス内容はそれぞれ違っています。詳しくはマンガランドホームページかマンガランド公式 LINE に友達登録してご確認ください。なおマンガランド浦安店の S 原店長がうちが一番お得と豪語しておりました。浦安の近くにお住まいのお客様、12月2日はぜひ浦安店をご利用くださいとのことです。はい、はい、全員が半額じゃないの？そうですね、そのお店によって対象者が変わる。へ、ここは北千住2号店は？ここで今月の11月でやった時は、うん、一応オープン席をご利用のお客様対象に3時間パックが半額。あ、そういう感じなん、あれなんだ、なんかメガネしてきた人とかかと思ったそういうんじゃないの？ T シャツ着てきた人、そこまで限定をすると、そうそうそう、赤い服を着てる人とかいいね、フルーツバスケット的な対象、全店舗でそれ変えて、うん、あ、今日この店舗行かなきゃみたいな感じにしよう。でも浦安店の S 原店長さんが一番お得だって、浦安店が。だからもしかしたら浦安店では全部のパックが半額になっているという可能性もあります。え、でもこれ、え、これ前からやってるんですか？いや、今月からスタートして。ああ、はい。そうなんだ。だってさ、第一水曜日だったらさ、マンガランド研究室もさ、うん、水曜日だからさ、ね、いいんじゃないの？マンガランド研究室を見に来る人も、そう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 。そうそうそう、マンガランド研究室をやる、見に来る人も安いんじゃない？そう、見に来る人も安いからいいんじゃないでしょうか。いいんじゃない？と思っただけ。もう4分しかないよ。3分、3分だよ。告知を合わせ、うん、お、どうぞ。告知か、告知、北条さんのから告知、はい、まず11月23日ですねどこだっけ、エコダにありますうさぎ亭という場所でですね、まあ、あのイベントがあるんですけども、それが21、22、23で3日間でイベントがあるんですけども、ちょっと僕の劇団でその芝居で出させてもらうのが23日祝日月曜日ですね。そこだけの会となっております。お時間が19時からの公演のみとなっておりますので、よろしくお願いします。あと、12月の、11から13日柏にありますアミューゼ柏というホールでですね、柏演劇祭2015というイベントに出演させていただきます。こちら1回の観劇料金が1500円なんですけども、この1枚のチケットで5団体の演目が見られるっていうすごいお得なチケットになっておりますね。でこれもまた出演日が決まってまして、12月11日の夜公演と12月13日最、千秋楽の夜公演、こちらの2回出演となっております。こちらの方も合わせてよろしくお願いします。パチ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 、まだちゃんとした情報になってないので、パチパチパチとかができないです。来る、なんかあったかないかな、なる、撮影会じゃない、そうだ、思い立ったやつだ、そうだ、ごめんなさい、日程がちょっとかぶってるんですけど11月の22日、23日、24日1日だけ平日なんですけど、個人の撮影会やります。詳しくはツイッターで多分告知すると思うので、ぜひぜひそちらをご覧ください。よろしくお願いします。イエーイイエーイイエーイ、以上です。え、こ、個別のやつ、個別の告知、個別、うん、個別の撮影会、うん、1対1、良き良きです。どこでやろうかなと思って、でちゃん、そんな感じです。で来週はみんないる？いると思う、はい、ちゃんとみんないる？よくいると思うよ。じゃあ来週からまたなんか研究しよう。うん、先週帰ってか、まともに研究そんなしたことない。何研究しようか、何しようか、それは考えとく、ツイッターでね。うん、
ということで皆さん今週もありがとうございました。また来週の水曜日の20時からお会いしましょう。バイバイ。え違うの？え違う？